中国習近平ブーメランで笑いものに先日中国の習近平国家主席が国連創設75周年を記念する会合において次のような発言をしてしまったことが明らかになりましたいかなる国も好き勝手に行動したり世界の覇者やガキ大将ボスであるかのように振る舞ったりするのを許されるべきではない国際法に裏打ちされた国際秩序を訴え 他国を脅かす国が威ばれ散らすようなことがあってはならないとなっておりまして、まあ、こちらはどうやらアメリカを批判しようとしたようでございますが、まあ、中国側がこのような主張をしてしまいますと、まあ、よくできた自己紹介だなとしか思いませんけども現在中国は尖閣諸島や沖ノ鳥島東シナ海ガス田や 香港や台湾、南シナ海、チベット、ウイグル、モンゴル、インドやブータンなどに対して、あからさまな侵略行為を行っておりますので、まぜ、あ、ひとも中国の習近平国家主席には、ご自身の主張をそのまま、今の中国政府に中国共産党に当てはめていただき、直ちに全ての侵略行為を やめていただくように、お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。